私は今笠間市の笠間駅駅前通りにお邪魔しています。全長およそ170メートルのこちらの駅前通り、来月6月1日そして2日の2日間こちらの駅前通りで笠間ハンドメイドフェア in 弁天町第10回道の市と呼ばれるイベントが開催されます。プロアマ問わず、ものを作ることが大好きな人たちが集まるここの笠間で、ものづくりの魅力を伝えるイベントがこちらで来月行われます。その作品のこだわりや作り手の思いを感じることができるこのイベント、詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。お話は第10回道の市の実行委員を務めております藤本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この道の市というイベント、今回で10回目を迎えましたけれども、ただの手作りの商品を見たり買ったりするようなイベントではないそうですね。今回はですね、参加される作家の方だけじゃなくて、ここに訪れる方も全ての人がものづくりに関われると、そういうふうな内容になっております。はい、どんな方でもこの、イベントに参加したらものづくりの気持ちが分かったり、ものづくりの魅力を感じることができるんですね。はい、ワークショップといって、ただ作家だけがデモンストレーションするだけでなくて、ある人は私も作りたいと思う人がいれば、革の作品を作ったりですね、木工を経験したり、そういうこともできる場所が多く設けておりますので、今回10回目のテーマというのがワークショップ、ものづくり体験ということで、先ほどね藤本さんがおっしゃっていたように、ただ単に作られたものを見たり買ったりするだけではなく、その作っている工程にお客さんたちが参加できるような工夫が今回のイベントで、ね、施されているということですよね。そうです。はい、さあ、そんな道の市なんですけども、10回というかなり歴史のあるイベントとなっていますけども、この道の市が始まったきっかけというのはどういったところにあったんでしょうか。もともとですね、このイベントを目的にした集まりじゃなくて、道を、改修工事がありまして、で町の人たちで一つのプランを考えてはという、行政から の、はい、アドバイスで、我々の道を考えました。その時に考えたのが、交通から交流の道へということ で、その交流の道のつながりが今の、イベント、いわゆるハンドメイドフェアにつながったわけです。そういった交通から交流の場の道を作るという思いから、今のコンセプトを受け継いで、この道の市というイベントが開かれているわけなんですね。このコンセプトというのが、プロアマ問わずものづくりが大好きな人たちが気軽に参加できるというところがあるんですよね。そうですね、大体作ることにこう隔たりがないと思うんで、知らないうちにこうプロはこう隔たりを作って、プロ意識っていうのはあるんですけれども、ここにおいてはプロの方もできればそのプロ意識を少し緩めてですね、昔自分が工作少年少女だった頃を思い出しながらものづくりをしてもらうと、そういうところが始まりですね。プロではない方にとっては、自分の表現する場、プロになっている方にとっては原点に立ち返るような、そんなイベントですね。そうなんですよね。はい、そうそう、そして今お話しいただいている藤本さんも作ったりする方のものづくりをしている方なんですよね。はい、そうです。はい、そしてこのイベントというのが特徴的なのが、その商店街や参加するものづくりの皆さんたちが一から手作りで会場を作るという。そうです。はい、いろんな会場に、例えば立て看板だとかステージだとか、例えば人を足のちょっと不自由な方を送迎する人力車だとか、例えばろくろをしたいという時にこうろくろ、いわゆる陶芸のろくろが必要だと、それを全部自分たちで作っちまおうというところから始まったんですよね。面白いですね。はい、私の今は目の前にもですね、藤本さんが手作りしたという移動式のステージがあるんですけれども、はい、この白いステージでして、横幅が3メートル、縦幅が2メートルで、3畳の大きさのステージがあるんですけれども、まだこれ完成ではないですね。そうですね。ちょっとまだ綺麗にして、もっとバージョンアップしたいと思います。このように、ステージの土台であったり会場の、
テントであったり、そういったものも、まあ、プロの方そして一般の方と協力しながらこの道の駅というイベントを一つのイベントとして作り上げていく、そこにもこう作り手の皆さんの思いっていうのがなんか熱く感じられるように思うんですけれども。そうですね、多分そういう、こう町の人の関わりがいいこう香りなり匂いを、うん、出すんじゃないかということはみんな信じてますね。はい、さあそんな皆さんたちが作っていく今回のイベントですけれども、当日はどういったものが私たち体験できるのか少し教えてください。そうですね、例えば燕三条、いや新潟 の、 その、はい、鉄の産地なんですよ、うん、そこからその夜間作り の、 職人さん名人が来られまして、でそれをその技術でもって私たちが使える小さい簡単なスプーンを作るとか、うん、そういうことも体験できますし、それとか木工の方がボールペンを作ることをマイボールペンを作るような、はい、そういう場もありますし、いろんな、うん、まあ、いろんなことがもう何が出てくるか分からないです、うん、はい、もう行ってみないと分からないし、ね、はい、直感で自分のこう自分の心とこう響き合うようなものっていうのもその場でしか感じられないものもありますよね。はい、そうですね、はい、そんな中私すごく面白いなと思ったのですが、この笠間市で実際に走っていた人車と呼ばれるものが手作りで再現されたと聞きました。はい、この道の駅の中で昔その人車と大正3年から昭和にかけて人車が走っていたんですよね、うん、それを復興しようという動きも始まりまして、それも3分の2のスケールなんですけど、うん、実際作りまして、それもこの会場でご披露します。はい、人車というのは手動の列車という、8人乗り の、 人が押して、それで笠間駅から、お稲荷さんまで運んだ、そういう電車の軌道です、線路がついています、そういうものを今再現している途中です。はいはい、その再現した方の、リーダーとなる方は本当に一般の方だったんですよね。そうですね、この町 の、 青年がですね、それが中心になって始めて、みんなで協力して今作り始めているところです。はい、やはりこのものづくりが好きな人たちが集まると、どうにかこう新しいものは表現できないかとか、こう今まであったものをこうより良くしていこうかっていうので、皆さんこう思いがこう刺激をされるんじゃないですか。そうですね、誰もがこう作る権利があるんだぞということをこうもう一回思い出してもらえばいいかなと思います。はい、はい、ということはこの道の駅というイベントというのは作り手さんにとっても、そしてそれを参加するお客さんにとっても新たな可能性を見出してくれるような、そんな楽しいイベントになってそうですね。そうですね、はい、では改めて藤本さん、この道の駅の日時教えてください。来月6月の、1日と2日に行います。1日は朝の10時から午後5時まで、2日日曜日は朝の10時から、4時までです。はい、雨天決行でよろしいでしょうか。雨天は決行です。はい、はい、そして場所なんですけれども、はい、改めて教えてください。場所は駅前通り弁天町というふうになってますけど、駅笠間駅に降りてもらえば目の前にそういう看板がありまして見られますので、すぐ分かります。はい、はい、分かりました。あとは詳しい内容につきましてはホームページを見れば分かりますかね。はい、ホームページで全て細かいことも今までの歴史も出しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください。では改めて藤本さん、今回の道の駅のお誘いのメッセージ、放送を聞いている皆さんに一言お願いいたします。笠間に来て、少年のところの少年少女の頃の工作を楽しみましょう。はい、ありがとうございました。この時間は笠間市で来月1日2日に行われます笠間ハンドメイドフェア in 弁天町第10回道の駅についてお伝えしました。